はい。軽貨物運送業を展開しております。合同会社おもてなし便のシーネ・シャルです。今、こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで、シリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい。前回ですね、銀座スターの、厨房の工房システムということで、ポジション別に分かれてるよというお話をしました。で、前回、鍋屋というところの、お仕事内容をお伝えしました。今回はですね、揚げ屋って言うんですね。まさしく名前の通り、揚げ物を専門にやるところです。それが揚げ屋って言います。結構揚げ物っていっぱいありまして、例えば鶏の唐揚げだったり、肉団子だったり、あと、宴会の、揚げ物があったりとか、もういろいろなことをやるのが揚げ屋の仕事ですね。で、あとは、例えば、宴会で使う、芋のカゴを、揚げて作るんですけども、そういうのを作ったりですとか、そういった飾り物を作ったりですとかするのは、揚げ屋の仕事で、揚げ屋と言ってました。で、こちらについてはですね、比較的、4年目、5年目ぐらいの方が、ちょっと、3番社員のちょっと手前ぐらいの方がですね、鍋屋の研修をするために、ちょっと入るようなポジションだったかなというように記憶しております。ということで、今回は揚げ屋という部分の、ポジションのお話でした。また次回別のポジションのお話はさせていただきます。本日もどうもありがとうございました。